そんな時間。でも熱は下がったか。本当よかったよ。なんで。ごめん、昨日の夜からずっといた。Yeah, he took it to the hospital everything. 熱高かったからさ。そういえば。ごめんね、すぐ終わるから。本当に病院嫌いなんだね。あんな醜態を晒すとは一生の不覚。大変ご迷惑をおかけしました。なんでこんなところで寝てたの？私、そんなに寝相悪かった？俺が動かしたんだ。ここが一番部屋全体を見渡しやすいから。入ってくるとしたらそこの襖か、この障子か。大穴で天井だけど、ここにいればどこから来ても吉野のことかばえる。入ってくるって誰が？俺のこと殺してやろうって思ってる人間。何それ？俺が吉野のことを好きだからだよ。吉野を殺せば俺を最大限苦しませられるだろう。よくわからないんだけど、もしかして一晩中寝ずの看病を？そんな大層なことしてないよ。それに人がいると寝られないんだ。俺腐るほど恨み買ってる自信あるからさ。じゃあ自分の部屋戻ろうかな。今日も学校には休みの連絡してあるから。うん、わかった、ありがとう。やっぱちょっと待った。ん？私今から風呂入ってうどんでも作ろうと思ってるから、あんたも食べてけば。私のせいでご飯ろくに食べてないんでしょ。ありがとう。でも大丈夫だよ。おお、at least she's caring now。 じゃあここで寝ればいいじゃない。さっきも言ったけど人がいると寝られないんだ。大丈夫よ、誰か入ってきたら私が代わりに殺してやるから。I'll kill them for you。 いやでも、それが弱みで吉野に殴りかかれちゃうから。私あんたに1ミリも惚れてないから、まだ殺さないわよ。そうか、俺まだ殺される価値もないのか。さすが吉野、好きだな。じゃあ決まりな。ついでだし風呂も入っていけば。ちょっと待って、それはどうなんだろう。何がよ。いや俺はいいっていうか、むしろ嬉しいんだけど、なんだろう、盆休みに親戚のうち遊びに行ったらトントン拍子で泊まることになったみたいな感じがするから。なんだそれ。入るの？入らないの？あ、入ります。たんばんな。あんた育ち盛りなんだから。他にもあるわよ、大阪から売るほど送られてきたから。いただきます。一時か。私のいとこちょっと遅れてくるかも。引っ越しの準備で忙しいらしくて。一つ年上だっけ？秋から大学生か。うん。そういえば、あんたって私のいとこのことどこまで知ってんの？まあ大体は。大体？吉野のお父さんといとこのお母さんが異母兄弟。めちゃくちゃ知ってんじゃねえか。私のいとこ、おじいちゃんの愛人の娘の娘なんだけど。なかなか複雑だね。まあヤクザって感じだよな。ただその愛人って人、おばさんが10歳くらいの時に急に名乗り出して、実際血がつながってるかどうか謎。So their family tree is all fucked up。 あんたの娘や。まあおじいちゃんも何も調べないでそのまま娘として育てて、今じゃ私のおばさんだから家族なことには変わりないけど。小学生の頃からインターナショナルスクールに通って短期留学、大学は9月入学の国際学部系か。いかにもお金持ちのお嬢様だな。うっ、よく考えるとあんたの好みドンピシャじゃない。どういうこと？吉野ちゃん、元気にしてた？ちょっと痩せた？本当？そんなことないと思うけど、おかげさまで元気です。それにしても吉野ちゃん、相変わらずレンジさんに似て可愛らしいお顔のままでよかった。またお前
前はわけのわからんこと。どうも、はじめまして。三山桐島です。はじめまして、赤しがた椿です。ほら、言った通りでしょ。え？生粋のお嬢様で、このいかにもなファッション。色白で黒目がでかい黒髪姫ロング。この髪型がこんなに似合う女もそうそういない。どこからどうしても、あんたの好きな女に You think that's his type? 女じゃない。いやん、吉野ちゃんに言われたくない。吉野、失礼にも程があるよ。でも確かにすごく美人だ。吉野のいとこっていうのもうなずける。こんなに綺麗な人に会えて嬉しいよ。ほらな、言うたやろ。口がうまいねん、この男。吉野ちゃんの彼氏がいい男だとは聞いてたけど、噂通りの男前。ありがとうございます。いや、彼氏じゃないから。そういえば吉野ちゃん、期末テスト。 Don't deny your love for him. It's there. We can all see it. 分かりやすい。心配いらないよ。一緒に徹夜で勉強したし。いや、あかんて。肝心の数学がボロボロやったやん。大学どころか卒業できへんかったらどないしよう。そうなったら私と一緒にお花屋さんでも開こっか。なんや、その雑な慰め。そっか、椿さんは京都出身でしたよね。I love how open they are with this dialogue, bro. What kind of half-ass comfort is that? まあ、京都弁と大阪弁結構違うけど、あんたが聞けば似たようなもんか。確かにそうね。私は祖母も母親も京都の人間なんです。よう京都出る気になったな。絶対死ぬまで京都に住み続けると思ってたわ。うん、京都の女は京都好きすぎて府外に嫁ぎたくないから婚期遅れるとかいう都市伝説あるけど、椿はまさしくその典型的な京都の女だから。それより吉野ちゃん、せっかくやからお店ちゃんと見ないと。あー、まあでも私そこまで欲しいもんないんよな。椿は？私も学校に持っていくトートバッグとかかしら。あ、吉野ちゃん、このサンダルは？新しいの欲しいって言ってただろ。きっと似合うよ。That nigga really knows her. He really knows her, man. ほら、このソール、多分10センチあるから、履いたらこんな感じよ。別に構わないよ。いや、私が構うのよ。吉野に似合ってるかどうかの方が重要だろう。Is she getting jealous? 大丈夫。 I hate too much. 調子に乗って最後に天津食べたのがあだになったわ。吉野ちゃん、いつもそれ言うてる。前に神戸の中華街一緒に行った時もそうだった。吉野ちゃんはレンジさんに似て美人だし、ちょっとくらいぽっちゃりした方が可愛いわ。レンジさん、レンジさんって染井組長のことでいいんだよね。椿はなぜかあのおっさんのことを完璧な人間だと思ってるから。いいえ、完璧じゃないところもあるけど、そこがあの人にしかない愛嬌になってるからこそ素晴らしいの。その上、容姿もお顔も体の造形もどこをとっても非の打ちどころがない。レンジさんは神様がお作りになられた芸術品。頭大丈夫？確かに染井組長はかっこいいですよね。吉野は染井組長に似て美人だし。でしょ。まあ、椿さんには申し訳ないですが、俺にとっては吉野の方が完璧なんですけど。お前は何と張り合ってんだ。吉野ちゃん、口の立つ男は浮気に気をつけなあかんよ。いや、浮気も何もこの男山ほど女いる。Yeah, we got issues with his side chicks earlier on. 減りました。嘘つけ、今何人よ。3。またキープさんは流動的だから数えてるんだけど、キープにさん付けすな。この安心しました。いろいろあったみたいで心配していたので。そうですね、吉野はタフですけど無茶しすぎるところがあるので、俺がきちんと気を回せるように努力します。その点に関しては心配してません。あなたはとても気遣いができる人のようなので、それに想像してたよりは分かりやすい人ね。初めて言われました。吉野にも何を考えてるのか分からない救いようのないクズ野郎だと言われてますよ。それも大正解ね。That's a little harsh. きっと私もそう思ってましたわ。でもあなた、私と吉野ちゃんの扱いが違いすぎて、そこが分かりやすいの。どういう意味ですか？
あなた、私との会話は微塵も楽しんでいない。そもそも会話をしたいと思っていないし、自分が言いたい言葉もないから、私が欲しいと思っている言葉をスラスラと言ってくれる。うーん。気まぐれな言葉一つで一喜一憂する羽目になる。それも初めて。So she can read him like a fucking book. They're literally like each other. 話したいことを全部先回りして、他人に割り込ませないようにしてる。それだけじゃないわ。吉野ちゃんが何か話し始めようとすると、雰囲気が前のめりになるんだもの。優しくしてあげたいし、できれば吉野ちゃんに構ってほしいのね。報われてはいないようやけど。これは聞こうか迷ってたんですが。何でしょう。吉野の。買ってきた。見てこのマンゴー。ちょっとした世間話だよ。いや、美味しそう。やろ。椿にもちょっとあげる。She was so fucking happy to have that shit. だって、それじゃあ行きましょうか。そうですね。その前に少しデートでもしませんか。いやと思う。どこに行きましょうか。そうね。観覧車なんて。Wow. Okay, nigga. Just take a cousin on a fucking date.吉野ちゃんにはバレないようにしないと。椿さん、同性会グループって知ってますよね。この国で最大の民間医療団体の。That's why you want to talk to her。お父様が15年前から交際されている方は、京都同性会病院の院長ですよね。あら、パパのことまでよくご存知で。同性会はあまりいい噂を聞かない。政治家への資金提供に暴力団との癒着、そして極めつけは違法な臓器移植。Illegal organ transplants. 担当直入に聞きますけど、吉野の腎臓って今どこにあるんですか？腎臓なんて素人がそうそう売れるもんじゃない。俺も体のどこかを売ろうと思ったんですが、骨がないと日本では難しい。あら、どうして臓器を売りたいと？吉野に売らせてしまったので、俺も何か売ろうかなと。私に頼んでいただければよかったのに。もし吉野が頼る人間がいるとすれば、あなたしかいないと確信していました。ただ探しても肝心の吉野の腎臓が見つからなくて、俺思ったんです。そもそもあなたは吉野の腎臓なんて売ってないんじゃないかと。 Oh, they still have her fucking kidney? 摘出自体していないということですよ。そして吉野に400万だけ渡した。吉野が風邪で寝込んだ時たまたま確認できたんですが、左腰の少し上に小さな傷がありました。内視鏡手術ならあり得る箇所と大きさです。そうなると腎臓を本当に取ったのかどうか確認する方法は2つ。吉野に MRI 検査を受けさせるか、あなたから聞き出すか。今まで観覧車でこんな話をする人。 So that was his motive for today. なぜそんなに吉野ちゃんにこだわるの。椿さんは初めて買った高い買い物って何ですか？え？俺は新幹線のチケットです。中1の6月22日、ない金をかき集めて12時発新大阪行きの自由席の切符を買いました。霧ヶ谷組の組層があって、染井組長の孫娘も来るって聞いて。それ、吉野ちゃんは知ってるの？いいえ。Oh, so they got history. 好きだからとしか言えませんね。初めて買った高い買い物は覚えてないけど、最近買ったものなら覚えてます。血を 1500ml、400万円で買いました。腎臓は取らずに死ぬギリギリまで血を抜きました。彼女には伝えてませんが、血液は私が保管してます。欲しいですか？それはもう、いいねで買いますんで。Wow. Too bad. 騙した上に公害ハットの約束も破ってもうて。かといって、吉野ちゃんに余計なこと言われても困りますし。どうして血液を？1500って相当な量ですよ。後遺症が残る可能性もある。まして失血死したらどうするつもりでした。散々説得しました。でも。あの男に舐められるくらいやったら死んでもええ。そう言い張るんです。She insisted on him. 命かけてもらわんと割に合わんでしょ。俺のわがままに付き合ってくださってありがとうございます。椿さんも吉野に負けず劣らず魅力的な人ですね。やっぱりいとこだからかな。ほんま
様に口がうまい、ろくでもない男や。I like how everyone openly disrespects him. He doesn't give a fuck. よしとしときましょうか。ただ、もしあんたがどうしようもないクズ野郎になり下がったその時は覚悟しときや。吉野ちゃんのこと整形させてでもいい。あんたが一生血眼になって探しても会われへんようにしたるから。Oh, wow. That's one hell of a fucking threat. One hell of a fucking threat.偏見です。いやー、間に合ってよかった。これで提出物の評価は確実にもらえるね。テストはさておき、提出物もダメになるかもって一瞬地の底まで落とされたから多少気が楽だわ。そういえば椿に聞きたい話聞けたの？え？何の話？隠さなくてもいいから、あんたが椿のこと調べないわけないし。そっか。何？別に何も聞かないわよ。興味ないし。え？そうなの？あんたはともかくとして椿のこと信用してるし、それにもし二人が共謀して私のことはめようとしても別に構わないわよ。こっちが椿のこと信頼してるだけだもの。もし手のひら返されても所詮私がそれまでの人間だったってことよ。椿さんも吉野もやっぱり似てるな。It's all matter of fact. あんま言われたことないけど。あ、噂をすれば椿さんからだよ。あんた椿と連絡先交換したの？うん、また遊びましょうって。めちゃくちゃ仲良くなってんじゃねえか。椿さん、借りる部屋決まったんだって。本当？引っ越し祝い送るから住所教えてって言っといて。うん。そんなもったいないこと死んでもしないし、お願い見逃して。Fucking weed, dog.